1856年の英国の絵、盲目の少女に描かれたジャーマン・コンサーティーナ。少女の首の下の白い札にはピティ・ザ・ブリントと書いてある。コンサーティーナはアコーディオン族に属するフリーリード楽器でジャバラ楽器の一種である。通常正六角形、または正八角形の小型の手風筋で、欧米の民族音楽などでよく見かける楽器である。 名称は日本語ではまだ固定表記がなく、コンサーティーナの他にも、コンサーティナ、コンサティーナ、コンサルティーナ、コンセルティーナ、コンサルチーナ、コンチェルティーナ、コンチェルティーナ、コンサーチナ、コンサチーナなど様々な表記を見かける。ジャバラ楽器の中では最も軽量な部類の楽器で、取り回しも楽であるが、メロディーや和音伴奏も弾けるなど、演奏性能は高い。基本は、 だそうだが、慣れれば立奏や奏も可能で、室内でも、野外でも使える。弾きながら語ったり、歌うこともできる。コンサーティーナを活用する音楽のジャンルも幅広く、世界各地の民族音楽や、西洋のクラシック音楽、現代的な通俗音楽、家庭音楽や商業音楽など、様々な音楽シーンで見かける。ただ、コンパクトな楽器本体に比較的多数のボタン鍵盤と、 金属リードを詰め込まねばならないため、構造上、妥協や制約を余儀なくされる面もある。コンサーティーナは種類ごとに、ボタン鍵盤の配列法や蛇腹の押し引きの方式が、まちまちであり、ボタン鍵盤数の少ない機種では鳴らせない半音もある。逆に言うと、コンサーティーナの奏者は、自分の機種の特性に合った運指や奏法を工夫できる、余地が大きく、それがこの楽器の面白さと、 奥深さにつながっている。アコーディオンとの違いアコーディオンの形状は左右非相称だが、コンサーティーナは左右相称である。アコーディオンは右手側と左手側の筐体では形状も機能も違う。また、右手側の筐体はベルトで演奏者の体に固着し、左手側の筐体を左右に動かすことで蛇腹の押し引きを行うタイプが多い。コンサーティーナは 左右の筐体は形状も機能もほぼ同じで、筐体をバンドで演奏者の胴体に固着させることはない。ジャバラ楽器のバンドの有無についての説明も参照。以下に、ジャバラ楽器の主な種類を示す。コンサーティーナは右の左右対称の列の楽器である。バンドネオンとの違いケブニッツァコンサーティーナなど一部の例外を除き、コンサーティーナはバンドネオンよりも小さくて、 音域も高く、筐体の形も四角形だけでなく六角形や八角形など様々である。コンサーティーナは19世紀の産業革命期の発明品の一つであり、1829年にイギリスの物理学者チャールズ・ホイートストンが発明して特許を取得した。ホイートストンが発明したコンサーティーナは今日、イングリッシュコンサーティーナと呼ばれるタイプである。 その後、ジャーマンコンサーティーナや、最も普及している、アングルコンサーティーナ、改良型のデュエットコンサーティーナなど、様々なタイプのコンサーティーナが発明されている。コンサーティーナという名称は、演奏会を意味する、コンサートに、女性形式障子、イナをつけて愛称化したもので、1834年から使われた。この名称を使い始めたのは、イギリスの楽器賞だと思われる。 踊りながらアングロコンサーティーナを弾く声員を描いた顔ハメ看板。イギリスのポーツマスにて小型なのに旋律も和音伴奏も演奏可能なコンサーティーナは発明当時としては画期的な機械式楽器であり人々の関心を引いた。プロの音楽家だけではなく移民や声員、旅芸人、行商人、キリスト教の宣教師、旧政軍の楽隊など 様々な人々がコンサーティーナを持って各地を旅し、この楽器を世界に広めた。また、通俗的なダンス音楽や大衆音楽、民族音楽、賛美歌、クラシック音楽など幅広いジャンルの音楽の演奏に使われるようになった。民族音楽世界各地の民族音楽でも広く使われる楽器である。例えば、アイルランド音楽やイングランドのフォークミュージック。 モリスダンスの音楽、北米のポルカ、カントリーミュージック、アフリカーナーのボーア音楽、ズールー人の音楽、ボリビアのフォルクローレ等ではよく見かける楽器である。欧米欧米諸国において、コンサーティーナの人気は19世紀を通じて高かった。各国の楽器製造家は、工業展覧会に出品された新製品のコンサーティーナを見たり、 特許登録の情報を入手するなどして刺激を受け、それがまた新たなタイプのコンサーティーナが考案される契機となった。20世紀に入ると、新しい音楽ジャンルの勃興やレコード音楽の普及、アコーディオンなど、競合楽器の発展など、コンサーティーナを取り巻く環境が大きく変化し、その人気は急落した。20世紀半ばまでは、 コンサーティーナのブランドメーカーが次々に廃業するなど長期低迷の状況が続いた。その後、欧米諸国では1960年代の音楽界におけるルーツリバイバル運動をきっかけにコンサーティーナの良さが少しずつ見直され今日に至っている。日本語音程貞秀が万円、ま、元年に描いた生写しい国人物アメリカ女官伊藤板水の図。 コンサーティーナを弾いて遊ぶ米国の女性秘書。コンサーティーナは、幕末内市明治時代に伝来した。旧西軍や宣教師、お一にの薬売りの一部などもコンサーティーナを使用した。ただ、比較的早い時期から国産品の普及が進んだアコーディオンと比べると、コンサーティーナは、今も昔も全て輸入品で、日本のメーカーによる国産品は存在せず、日本ではコンサーティーナは、 珍しい楽器のままであった。とはいえ、日本でも、テレビや映画などでは、そこそこコンサーティーナを見かける。ただ、日本国内での知名度が低いため、アコーディオンやバンドネオンと混同されてしまうケースも多い。近年はコンサーティーナを弾く、日本人も少しずつ増えており、YouTube やニコニコ動画などの動画投稿サイトや、アイルランド音楽の講習会や、 アイリッシュパブにおけるセッション、オープンマイクやライブなどでコンサーティーナの演奏を視聴できる。また、日本語によるイングリッシュコンサーティーナの教則本も刊行されている。アングロコンサーティーナとイングリッシュコンサーティーナ。楽器の構え方は、左奥の奏者のように両膝の上に乗せてもよく、右手前の奏者のように足を組んでその上に構えてもよい。 その辺は個人の自由である。立掃除の持ち方。楽器の重さを手の甲で支えるアングロコンサーティーナと親指と小指で支えるイングリッシュコンサーティーナコンサーティーナの奏法は多様である。楽器を両手の間に挟み、両手で蛇腹を押したり弾いたりして空気の流れを作り、指で母体鍵盤を押さえてメロディーや和音を奏でるという基本は同じである。 ただし、ジャバラの押し引きの向きや、指使い、演奏に使う、指の本数は、コンサーティーナの種類や、演奏者の好みのスタイル、演奏する音楽のジャンルごとに大きく異なる。コンサーティーナの演奏の基本姿勢は、楽器本体を、膝や太ももの上に置く、座奏であるが、慣れれば、手で楽器の重みを支える立奏や扶奏も可能である。 変速的な奏法も可能で、ベッドに寝たまま仰向けの姿勢で弾いたり、サーカスのピエロのように曲芸をしながら弾くこともできる。どのような姿勢で弾くかは、演奏者のポリシーや演奏場所の状況にもよる。また、楽器の構造や音楽性からおのずと適した演奏姿勢の傾向が決まる面もある。楽器の外部構造の面から見ると、手のひらを バンドで楽器本体に固定して楽器をしっかり保持できるアングロコンサーティーナやデュエットコンサーティーナは立奏も比較的容易である。イングリッシュコンサーティーナでも熟練者であれば首かき紐なしでの立奏も可能である。ただしアングロコンサーティーナといえどもアイルランド音楽を演奏する場合はジャバラの押し引きの切り返しを頻繁かつ機敏に行わねばならぬため、 演奏者はもっぱら座奏の姿勢をとる。左は押し引き音式のアングロコンサーティーナ。右は押し引き同音式のイングリッシュコンサーティーナ。両者は母体鍵盤の並べ方も双方も全く異なる楽器である。東京谷口楽器にて撮影。蛇腹の左右両側に多角形の木製の箱が2つついている。 それぞれの箱の半面にはボタン式の鍵盤が並んでいる。左右の手で楽器を挟むようにして持ち、蛇腹を押したり引いたりすると、蛇腹の中の空気に圧力がかかる。指で箱の半面のボタン鍵盤を押すと、そのボタンと連動した空気穴が一時的に開き、穴に取り付けた金属製のフリーリードが空気の流れによって振動して音が出る。 このようなメカニズムはアコーディオンやバンドネオンなど他のジャバラ楽器と同様である。コンサーティーナのボタンの配列はジャバラを押した時と引いた時で違う高さの音が出る押し引き音式と押した時、引いた時に同じ音が出る押し引き動音式の2種類に大別できる。ダイアトニック式とクロマチック式では同じくコンサーティーナという名称であっても双方や音楽のフィーリングが 全く異なるため、事実上は互いに別種の楽器であると言っても過言ではない。コンサーティーナの箱の中の狭い空間に多くのリードとボタンを詰め込んで配列するには、精密な機械にも似た複雑で高度な職人技が必要となる。ヴィンテージスタイルの高級品のコンサーティーナは、金属リードも含めて職人の手作りであり、コンサーティーナ独特の音色がする。一方、 電化版のコンサーティーナでは、大量生産されたアコーディオン用の金属リードを流用したり、箱の内部のリードとボタンの仕組みを簡易化することで価格を抑えている。このほか、電子楽器としてのリードのないミディコンサーティーナや、iPhone や iPad 用のコンサーティーナのアプリケーションなどもある。各部位の名称を示す。左はアングロコンサーティーナ、右はイングリッシュコンサーティーナ。 ウィートストーンブランドのイングリッシュコンサーティーナを分解した写真。八角形の筐体の中にリードが放射状に並んでいる。これはコンサーティーナリードと呼ばれる構造である。他のジャバラ楽器と同様、コンサーティーナもリードによって音色の印象がガラリと変わる。コンサーティーナリードを使った機種とアコーディオンリードで代用した機種があり、両者の音色の風格は異なる。 コンサーティーナリードは職人の手作りであり、比較的高価である。高級なコンサーティーナの価格の半分はリードの値段と言われ、楽器の価格が高くなるが、甲虫の羽音のように鋭いコンサーティーナ独特の個性的な音色を奏でることができる。アコーディオンリードは大量生産のスケールメリットにより、比較的安価である。ただしコンサーティーナリードと形状が異なり、サイズも大きめである。 これを使ったコンサーティーナの音色は、悪く言えば没個性的、よく言えば、オールジャンルの演奏に適した癖がない音色になる。普通、コンサーティーナといえば、アングロタイプとイングリッシュタイプの2種類を指すが、実はそれ以外にも様々な種類が存在する。ジャバラ楽器の常として、外見は同様の形状の楽器でも、奏法や音色、音楽のフィーリングなどによって、 全く別種の楽器になってしまうため、楽器購入や学習にあたっては注意を要する。コンサーティーナの高級品は職人の手作りであり、奏者の注文に応じてアクシデンタルキーを追加するなど、一台ごとにきめ細かい改良が施される。世界に数台しかないという希少タイプのコンサーティーナも存在する。ここでは主な種類の紹介にとどめておく。コンサーティーナは、 イギリス起源の押し引き同音式とドイツ起源の押し引き音式に分かれる。それぞれはさらにボタン鍵盤の配列のコンセプトによって分かれる。上記のうちバンドネオンはもともとジャーマンコンサーティーナの一種だったが、現在はコンサーティーナとは別の独立した楽器として扱われる。またバンドネオンは本来押し引き音式で、 アルゼンチン単語の伴奏者も押し引き音式のダイアトニックバンドネオンを好む傾向があるが、一部の演奏者は押し引き動音式のクロマティックバンドネオンを使う。コンサーティーナの種類が今も統一されず多様性を保っている理由は、それぞれの種類の方式に一長一短があるためである。例えば、押し引き動音式の方がシステマチックで優しいように見えるが、 実際に楽器を手に取って弾いてみると一概にそうとも言えない。鳴らせる音が限られる分、かえって押し引き音式の方が簡単に習得できることも多い。そもそも楽器と音楽の相性は単純な合理性で決まるものではない。アイリッシュ音楽とアングロコンサーティーナの結びつきや単語とバンドネオンの関係のように、外来のジャバラ楽器と現地の音楽が 相互に影響を与え合って発見する事例も多い。1920年頃制作のイングリッシュコンサーティーナ。小指がフィンガーレストから離れているのに注意クロマティック式。英国式コンサーティーナの意。ピアノデュう国権と発見に相当する半音階のボタンを網羅しているので、ダイアトニック式と違い、一台あれば、蝶々でも、単調でも、どんな蝶の曲にも対応できる。 20ボタン、48ボタン、56ボタンなど様々なサイズがあり、ボタン鍵の数が多いほどお人は広い。ジャバラの操作性などとのバランスもあり、48ボタンを使う演奏者が多い。ジャバラ操作の特性上、ジャバラの長さはダイアトニック式に比べて比較的短く、また滑らかな曲を弾くのにも向いている。イングリッシュコンサーティーナの外見上の特徴は、 左右の反面にサムストラップとフィンガーレストがある点で、それによってアングロコンサーティーナと見分けることができる。また、イングリッシュのボタン鍵盤の配列の形もアングロとは異なっている。メロディーと和音伴奏を同時に演奏することもできるが、高音と低音のボタンが左右それぞれに入り混じっているという複雑なボタン配列の特性上、バイオリンのようにメロディーだけを弾く人も多い。 ボタン鍵盤は通常、左右の手の人差し指、中指、薬指の計6本で弾く。左右の手の親指はサムストラップにくぐらせて楽器を支えるのに使う。小指はフィンガーレストに引っ掛けて楽器のバランスを取るが、他の指の動きに合わせて一時的にフィンガーレストから離すこともある。ただし、親指を除く4本の指全部でボタン鍵を弾く。4四方。 のスタイルの演奏者も少なくない。この場合、小指は一時的ない種高級的にフィンガーレストから離して弾く。初期のイングリッシュコンサーティーナの名手であったジュリオ、レゴンディも小指を人差し指、中指、薬指と同様に使い、フィンガーレストはあまり使わなかったと伝えられる。音域の多様さイングリッシュコンサーティーナは48ボタン、56ボタンが、 基本仕様であるが、ボタン鍵盤の配列によって音域が異なるなど、多様な仕様が制作されている。テナー、バリトン、バスはリードを低音域に遷移させた仕様である。バリトン以降のボタン鍵盤の配列は、48、ボタンでは、通常、中央ドア左側にあるが、バリトン以降は右側、1オクターブ上の位置にあることが多い。この場合、 楽譜を48ボタンの運詞で演奏すると、1オクターブ下の音域が発音される。さらに、この仕様で楽譜の出る音の通りに演奏すると、運詞が反対となるため、ボタン配列との関係を再度習得する必要がある。このような多様な音域のコンサーティーナを使用して、旧成軍がコンサーティーナバンドを結成して演奏活動を行っていた。 現在のアングロコンサーティーナダイアトニック式。1850年代初頭にイギリスのジョージ・ジョーンズが開発した。本来の名称はアングロジャーマンコンサーティーナというが、単にアングロコンサーティーナと呼ぶことが多い。イングリッシュコンサーティーナを土台にして、リヒター配列を採用したことからの命名である。ダイアトニック式のコンサーティーナは、普通のハーモニカと同様、一台の楽器で出せる。 半音の数は限られる。例えば、C 調の一列ボタン式なら、ピアノでいう発見に相当する音階しかならせない。C、G 調の二列ボタン式なら、半音は回も出せるようになる。3列ボタン式なら、ほとんどの半音をカバーできるので、セミクロマティック式ないし、アングロクロマティック式とも呼ばれる。押し引き音式は、出せる半音の数が限られている分。 双方は簡単で独習が可能である。そのため、世界各地の民族音楽などでよく使われる。また、蛇腹を激しく押し引きするため、アイルランド音楽のメリハリのある曲を素早く演奏するのにも適している。アングロコンサーティーナの外見上の特徴は、左右の反面にファームレストとハンドストラップがあることで、それによって、イングリッシュコンサーティーナと見分けることができる。左右の手の 親指を除く計8本の指でボタン鍵盤を引く。左右の親指はハンドストラップの外に出ているため動きに制約がある。左手の親指はドローンのボタンがある機種ではそれを押して鳴らすのに使うがドローンのボタンがない機種では使わない。右手の親指はエアバルブボタンの操作に使う。アングロは母体鍵盤の操作に使える指の数が比較的 多く、また、ボタン鍵盤の配列も右手は高音で、左手は低音に分かれているため、メロディーと和音伴奏を同時に弾くことも比較的容易である。ボタン配列や、調や音域の多様さアングロコンサーティーナのボタン鍵の並べ方は、リヒター配列という原則は共通しているものの、細かい部分は機種ごとに違う。まず、C、G 蝶とか G、 D 調などのように、機種ごとに、基本の調が決まっている。またボタン鍵の数も機種によって、20個から40個以上まで、様々である。アクシデンタルボタン鍵の配列は、ホイストスン配列とジェフリーズ配列の2大方式がある。プロの奏者が、コンサーティーナの製作内しレストアを楽器製造元に、オーダーする際、一部のアクシデンタルボタン鍵の音高を、 特注して変更してもらうこともある。音域も機種ごとに低音から超高音まで様々である。アイルランドの演奏者、コーマック・ベグリーはバス、バリトン、トレブル、ピッコロの各音域のコンサーティーナを弾くことで有名である。アングロコンサーティーナのボタン鍵盤は多様で、ピアノ鍵盤のような絶対的な標準仕様は存在しない。そのため、 アングロコンサーティーナの教則本を購入したり、楽器本体を購入する際は、ボタン鍵の配列に注意する必要がある。アイルランド音楽アイルランド音楽でもコンサーティーナをよく使うが、演奏家の大半は30ボタン c g 調のアングロコンサーティーナを好んで使用し、それ以外のタイプは少数派である。アイルランドの中でも特にクレア県は、昔からコンサーティーナが盛んである。 過去に来日したことがあるコンサーティーナ奏者、例えば、ノエル・ヒル、コーマック・ベグリー、イデル、フォックス、ディアム、オブライエン、ノエル・ケニー、ジャック・ギルダー等は日本でも比較的知られている。46個のボタン鍵を持つ閉電式ボタン配列のデュエットコンサルテー閉電式ではボタン列の角度が手の平台に対し斜めに傾いていることに注意。谷口楽器にて、 撮影右手と左手で二重層的に演奏できるよう、ボタン鍵の配列を改良したタイプで、日本国内では演奏者が少ない気象楽器である。チャールズ・ホイート・ストーンが開発し、後に様々な方式が考案された。イングリッシュ・コンサーティーナは演奏性に優れた楽器であるが、例えば、ドレミファを弾くとき、左手でドー、右手でレ、左手でミ。 右手でファこのように左右を交互に行き来しなければならない。その点、アングルコンサーティーナなど、大いに音式のコンサーティーナでは、ドレミファを左手だけ、あるいは右手だけで弾けるが、こちらはジャバラの押し引きを繰り返さねばならない。押し引き同音式であり、かつ、左手だけ、あるいは右手だけでも、ドレミファを弾けるようにしたのが、デュエットコンサーティーナである。 ピアノやオルガンのように、右手と左手でそれぞれ違うメロディーを二重奏的に弾くこともできるし、右手で主旋律、左手で伴奏を弾くこともできる。ただし、ボタン鍵盤の並べ方は、楽器の形状による制約もあり、ピアノ式鍵盤とは全く違う。また小型の機種では一部の半音のボタン鍵を省略しているものもある。デュエットコンサーティーナの方式には、などがあり、 それぞれボタン配列の方式が異なる。例えば、旧成群が賛美歌などで普通に使っているトライアンフフィンガーリングの場合、手の甲へベルトを当て、母子を除く4子を使い、火星的伴奏とメロディーをそれぞれ左右の手で同時に弾く。デュエットコンサーティーナの外見はアングロコンサーティーナとよく似ている。しかし、一般的にデュエットの方がアングロよりもやや大きく。 またボタンキーの数や配列の形もアングロとは微妙に異なるのでよく見ると外見だけで区別することができる。ダイアトニック式。1834年にドイツのケムニッツ氏のカールフリードリヒウーリヒが開発した四角いコンサーティーナでバンドネオンやアングロコンサーティーナの原型となった。ボタン鍵盤の並べ方は1820年代以末に 発明された初期のダイアトニックアコーディオンやハーモニカと同様のリヒター配列を採用している。初期のタイプは左右の筐体のそれぞれにボタン鍵が5個ずつ計10個しかなかった。後に半音のボタンを追加したりボタン数とサイズを増大して音域を拡張した改良型のジャーマンコンサーティーナがいろいろと開発された。イングリッシュコンサーティーナとの違い売り比は ウィーンに旅したとき、シリルデミアンのアコーディオンを購入し、それをヒントにコンサーティーナを発明した。ウーリヒは、同時代のイギリスのホイートストンのイングリッシュコンサーティーナを参考にしたのか、それとも、それを知らずに別個に発明したのか、どちらが真相なのかについては、よくわかっていない。ホイートストンとウーリヒのコンサーティーナは、内部機構はかなり異なる。 ホイートストンのイングリッシュコンサーティーナは細い金属製のテコ状のレバーを放射状に並べているが、ウーリヒのジャーマイコンサーティーナは木製のレバーを平行線状に並べている。またイングリッシュコンサーティーナのジャバラは高価な比較性だったが、ジャーマンコンサーティーナのジャバラは安価な厚紙性だった。ホイートストンが発明したイングリッシュコンサーティーナは当初は比較的高価で、 富裕層のサロン音楽の楽器としてもてはやされた。これと対照的に、ウーリヒのジャーマイ・コンサーティーナは、比較的低価格で出せる半音が、ケムニッツァ・コンサーティーナ現代型の大型のケムニッツァ・コンサーティーナ。外見も音色もバンドネオンと似ているが、ボタン配列や奏法などは全く別の楽器である。 ケムニッツァ・コンサーティーナは鬼域を拡張した大型のジャーマン・コンサーティーナである。故障の由来はジャバラ楽器の歴史と縁が深いドイツのケムニッツ市から。ボタン鍵の数は機種のサイズによって違う。本来は38ボタンや39ボタンだったが、現在は大型の音域拡張型である51ボタンないし52ボタンの機種も普及している。この楽器の起源はドイツだが、 20世紀初頭からドイツ系アメリカ人の楽器制作者たちによる改良が積み重ねられ今日のような形になった。バンドネオンと大きさ、外見、音色がよく似ているため、しばしば日本では混同されがちであるが、実際にはボタン配列も双方も異なる。全く別の楽器である。それぞれの音のリードの数は機種によって違い、通常は2枚から5枚程度。 チューニングは、オクターブ違い、あるいは、ユニゾーン、その他の様々である。ポーランド系アメリカ人のポルカ音楽の伴奏でもよく、使われる。そのためアメリカ合衆国中西部で、単に、コンサーティーナというとこのケムニッツァコンサーティーナを指す、ことが多い。カールスフェルトコンサーティーナカールスフェルト出身の、ジャーマンコンサーティーナ演奏者、カールフリードリヒッチ・マーマンが、 ウーリヒによる初期のケムニッツァコンサーティーナを土台として自分が弾きやすいようボタン鍵盤のレイアウトを変えた機種である。ツインマーマンは当初ウーリヒからジグや部品の提供を受けて手作りしていたがやがて自分の工房を建てて独立し1849年のパリの産業博覧会にこの新しい楽器を出品した。英語ではカールスフェルダーコンサーティナ、ドイツ語では カールスフェルダー・コントセティナと呼ぶ。バンドネオンとの関係1864年、ツインマーマンは米国に移住。その際、ツインマーマンの弟子で工場長だったエルンストルイス・ワルノルトが事業を引き継いだ。これがバンドネオンの制作でも有名なエラ社の起源である。ちなみに、エルンストの妻はウーリヒの娘であり、二人の間の息子がバンドネオンの伝説的な制作者。 アルフレッド・アーノルドである。このような、開発者、制作者同士の濃密な人間関係も反映して、ケムニッツァ・コンサーティーナ、カールスフェルト・コンサーティーナ、バンド・ネオンは、特にそれぞれの前期型は、外見が互いに酷似している。バンド・ネオンドイツのハイン・リヒ・バンドが、ケムニッツ氏に旅した際に入手したウー・リヒのコンサーティーナをもとに、1840年代に、 開発した改良型のコンサーティーナである。ドイツでは野外での教会の儀式でパイプオルガンの代わりに伴奏したり、流行曲を演奏するのに使われた。バンドの死後もバンドネオンには母体鍵盤が追加されて大型化するなど、引き続き改良が加えられ、当初とはサイズもボタン配列も大きく変化した。バンドネオンは19世紀末に南米へもたらされ、 1910年代頃からアルゼンチンの単語の主要版総楽器として定着したため単語の楽器というイメージが世界的に広まった。これらの理由によりバンドネオンは歴史的に見ればコンサーティーナ族の一種だが一般にはコンサーティーナとは別の独立した楽器とみなされるようになっている。詳しくはバンドネオンを参照。コンサーティーナではないが コンサーティーナとやや似た形状を持つ楽器にベルカンデオン、シンフォネッタ、ペパニカ、ノマドノートボックス、ウダー等がある。コンサーティーナは大手楽器メーカーのブランドを冠した OEM 品を含めて家内製手工業的に職人の工房で作られることが多い。ビルダーの個人名がそのままブランド名となる例も少なくない。コンサーティーナについては制作年代が古くても 調律やメンテナンスがしっかりした高級モデルが今も流通している。ヴィンテージモデルのコンサーティーナの老舗メーカーは以下の通り、その他がある。ヴィンテージモデルのコンサーティーナは製作時期や保存状態により品質の当たり外れが大きいため購入する場合は注意を要する。以下は現在も新品を製造しているメーカー内しビルダーの一部である。 た数コンサーティーナの製造元は欧米に集中している。中国製もあるが、その品質についての評価は必ずしも高くない。英語圏では、この楽器の形状を連想させる事物を、コンサーティーナという語を含む名称で呼ぶことが多い。映画、テレビ、ラジオ、ゲームなど、その他。ありがとうございます。